say ho, you say pass. Ho, pass, ho, pass, ho, pass, ho, pass. We are ho pass. ホッパスチャンネル。ということでですね、乗りたいと思います。なんだっけ、ビッグなんだっけ、だイルカ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 、サンダードルフィン、サンダードルフィン乗りたいと。やばい、これだ。あ、呼吸はもう待って階段気をつけ、え、一人マジですか。だったんですけど、ここも結構高くてビルの25階の高さらしいんですよ。ですね。しかもなんて言ったらですね、富士山よりも傾斜が急らしいんですよ。なんだっけな、75度かなんかでめっちゃ急なんですよ。ロボットがほとんど垂直に近い感じで落ちるんで、もうなかなか怖いです。あとは見えるかな、ここからって見えないんですけど、あの観覧車があるんですけど、そこを突き抜けるらしいので、あと建物も突き抜けるらしいので、ちょっとね楽しんでいきたいと思います。リングは大丈夫なんですが、こちらの2つだけ外してください。そしたら一番後ろをご案内しますので、一番後ろ、そうです、一番後ろになります。海賊王の手法を狙っている海賊です。私の名前はナミ。ここでの勝負の内容はすでに知ってるかしら。このサンダードルフィンに乗車中、5メートル以上落下する箇所が何点あるか当てないといけないらしいわ。ルールは分かった？それじゃ行くわよ。サンダードルフィン、ギャラクの出発です。ビバー、行ってらっしゃい。ビバー、行ってらっしゃい。ビバー、行ってらっしゃい。乗ってきました。もう見てください、この乱れようですよもうちょっとマジで本当にやばかったんですけど、いろいろやばかったんですけど、まずなんかもうふわふわして、もうあの頂上でこう一番やばかったのは一発目なんですけど、一発目あの途中でここら辺で、ね、あのさっき食べたシュリンピがなんかあのいっぱいバク転しだして、もう本当に出てきそうになって、もう本当にやばかったです。もうでもなんか初めて、ちょっと聞いてください、初めて全部目をつぶらずに乗れました。うわー嬉しい。そうもうなんか絶対もう今日はもう絶対にこれはもう目を開けて乗ろうと思ったんですよ。あのちゃんとね景色を見てちゃんとレポするために。
ね、もうずっと目を開けようと思って、でちゃんと見れました。こうなんかすごいやっぱこの東京の、まず東京東京でも何だっけ、東京ドーム、東京ドームがまず見えるんですね。こうガーって上がっていくときに、で、あ、東京ドームだって思ったらもうボーンって下がるんですよ。で、まあ、そこでシュリンピーが暴れ出して、で、そこからもうこんな感じなんですね、すごい。で、なんか何だっけ、観覧車をくぐるだけかと思ったら、なんか建物がなんか丸くくり抜きみたいな感じで開いてて、もうそこにもビューンって飛び抜けていったんですよ。もうなんかもうぶつかりそうになって、なんだろう、まあスパイダーマンになった気分みたいな感じでしたね、本当に。もうすごかったです、景色は。だからこれはなんかまあ怖いんですけど、高さとか、まあ、でもなんかそれよりもなんかすごい、なんか景色がすごい不思議な感じで、なんか建物を通り抜けたりとか、まあ、いろいろ通り抜けることが多いので、なんか目を開けた方が絶対いいと思いました、怖いけど。めっちゃ楽しかった。でもなんか今思ったらめっちゃ楽しかったけど怖かったです、すごい。もう勇気振り絞ったら乗った後よかったって感じなので、乗ってみてください。ドルフィン、なんだっけ、なんちゃらドルフィン、なんだっけ、サンダードルフィン、サンダードルフィン、乗ってみてください、イエイ。動画をご覧いただきありがとうございます。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。